ち上げて、もう少しここで、ここでバンドを動き出したいる仕事を意識するようにお願いします。今日のフォーメーションを発表します。まず泉さんチームに4枠5枠ってなってしまう可能性あるので、朝一から集中してやっていきたいと思います。もっともっと可愛いのを作れるようにいっぱい練習していきたいと思います。撮影もモデルさんもやっていきたいと思いました。あと営業の件なんですけど、他のチームをサポートできるようにやっていきます。以上です。スタッチを合格できたので、ブローとトリートメント合格できたので今日から学んだりとか盗めるもの盗んで落とし込んでいかないと、やっぱりこの日々のサロンワークの時間が無駄になってしまうから、発注する数も減るのかなと思うので、やっぱ一人一枚とか、なんか白タオルもちゃんと使うとか、鏡を見て仕事をするっていうのを今日一日意識してお願いします。以上です。自己解決せずに必ず誰かにコミュニケーションを取って見てもらったり、アクションを起こしてやっていくっていうのを今一度みんな意識して頑張っていってほしいかな。はい、以上です。はい、はい、今日の経営理念をせいやさんお願いします。共に学び、皆に感謝、皆に恩返しです。今日も一日お願いします。美容師としてはやっぱりじゃあ売り上げを作るっていうことが全てではないと思うんですけど、なんかその人たちの好きを思いっきりこう引き出せる美容師さんになってほしいかなと思ってるんで、例えば雑誌に出たいとか、なんか大きい撮影したいとか、テレビに出たいとか、有名になりたいとか、なんかみんな各々あるんですけど、ショートを極めたいとか、カラーを極めたいとか、じゃあそれやればいいじゃんっていう、それやるためにとっておきのステージは用意するから、しんどい思いすると思うけど、その先には何か自分が輝ける環境は絶対あるから、しんどい時こそ頑張ろうってことを常に言ってますね。スタイリスト坂井由美です。毎日こう指名してくださるお客様がいるっていうのが本当に幸せで、その瞬間がやっぱり楽しいなって思ってます。アシスタントの福寿谷龍之介と申します。おじさん、この間ヘアキャンプで同行させてもらった時に言っていた言葉なんですけど、やっぱり楽しい仕事をする、仕事を楽しむことが一番だって言ってて、僕もすごい楽しんで、何より仕事をする時間が多いので、仕事を楽しむ美容師さんがすごいなと思うので、僕も何より仕事を楽しんで毎日やっていきたいと思います。小株愛です。アシスタント1年目をさせていただいてます。ちゃんとお客様一人一人のお悩みを解決して、最後に帰るときには笑顔で帰っていただく美容師が一番すごいと思います。じゃあモデル、でも着ながらペタンってなって全然かわいくならなかったから、汚かったりとかダサかったら買いに行かせますね。てか、一緒に買い物行こうっていう、男がやっぱもうちょっとパキッとこうしてほしいんで、一緒に連れて行ったりしますね。女の子も行きますけど。コットン出ました。すいません。今日音出しなんで。多分他のサロンなくてうち独特だなと思うのは、まず朝礼とか修礼で全員発表させる。泉さんがわざわざこう時間をこう設けてまで、例えば誕生日やったらそのみんなから一言とか、そのみんなに対して一言全員話させるんですけど、なんかそういうのってやっぱ下の意見言うから、こう人の前で話す練習にもなるし、やっぱそういう言葉をもらうことで
自分がこのお店のあり方がすごい分かるから、それやっぱ社員っぽいなってのは最近すごい感じます。モチベーション高い人間が多い分、多分モチベーション低かったスタッフもいたと思うんですけど、なんか感化されてすごいモチベーションがみんな高まって、みんなこう休みの日のレッスンし合って、お互いを高め合っているのは社員っぽいなっていうのは僕は思います。全員こう、じゃあ思ったことを言える感じのスタッフとかじゃ最初ってなかった？言ったらこう話させる環境を作ることで、人に伝えるためにどうしたらいいんだろうっていうそのことを学ぶよね。やっぱ伝われば、言ったら共感してくれて、そこで絆も生まれたりとか、そこでこう意思疎通がやっぱ取れてるっていうところが、なんか今のこうサインの良さというか、やっぱ自分もすごい伝え方とかもかなり昔と比べるとすごい変わったなって思ってて、私は結構こう、やっぱ自分のお客様を満足させるために必死にやっぱり教育するっていう感じで、もうミスは絶対ダメみたいな、ダメなことは起こるし、やっぱその子の気持ちとか、なんかモチベーションっていうところよりも直接お客様に伝わることをなんか怒っちゃってたんですけど、なんか今は結構その子の気持ちとか、なんでそういう風にしたのかなっていうのをまず考えて伝えるようにはすごい意識してて、なんかやっぱり自分の気持ちも考えてくれる人に怒ってほしいなと思うし、なんかそういう風に下の子に伝わればいいなって思って、ね、あのパキってめっちゃ落とすね。自信しかないね。マジかわいい。サインで代表してます望月玲です。みんなこうお客様に対しての熱量と か技術に対しての向上心みたいなのが一番近くで見てても思うので、そういう美容師さんに私もなりたいなと思うし、そういう美容師さんがすごい美容師さんだなって思います。今の制服ありました、うん、覚えていてください。 OK。 サインで代表やっています大鶴翔吾と言います。今の世の中でいろんなこう打ち出しがある中で、まあ、単純に美容師としてすごく憧れていうか、こういたいと思う形は写真一枚で女性像を表現できる美容室が僕はやっぱすごいいいなと思うので、ハイライトとかうちはそういうのもすごく力を入れてていいと思うんですけど、まあ、女性像を表現できる美容室としてありたいなと思ってます。お待ちしてますんで。はい、ありがとうございました。ありがとうね。はい、じゃあまた。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。かわいいよ。3日前に入社させていただきました。アシスタントさせていただきます武藤智明と申します。外に出るのがずっと怖かったんですけど、くすぐってて、だけどサインさんというサロンに出会って、ここなら人生変わるなって、ここなら自分の夢を一緒に叶えてくれる仲間とか先輩方がいるので、もうここにしようって思って、最初全然募集してなかったんですけど、アシスタントしか、けどやっぱりどうしても入りたくて、受けさせてもらって合格いただいたって感じです。めっちゃ良くないですか。大牧宏政です。サインでフリーランスしてます。お客様を仕上げさせていただいた後に写真を撮らさせていただくんですけど、やっぱりこう写真を撮った時に美容師の自分もめちゃめちゃ綺麗になったなってこう思える瞬間がやっぱり一番楽しいかなと思います。デザインされてるんで、
ちょいこっち向きます。何票？3つ？3つ票があるんで、可愛いな、自分が好きだなって思ったやつに投票してください。はい、本気出してきてるんで。本気出してる。自分で2ヶ月に1回、まあ、スタイル発表会みたいなやってまして、まあ、何が目的っていうと、まあ、その、まあ、スタッフ一人一人の何が好きなのかっていうのがすごく明確に分かる、こういう回かなと思ってて、今なんかこう世の中がバックショットとかが多い世の中になってると思うんですけど、やっぱフロントで勝負したりとか、ファッションだったりメイクだったりとか、まあポージングもそうですけど、なんかその感覚っていうのをすごくやっぱり研ぎ澄ましてやっていくことで、まあ美容師さんとしてのそのなんか楽しさだったりとか、あとはやっぱお客さん見てても、あ、なんかこういう可愛いの作ってくれるんだなと思ったら、そういう人にやっぱやってもらいたいかなと思うんで、それをこうみんなでこう共有するというか、で、その月その月で講師の人がちゃんとこう指摘を全部していくんで、次じゃあ改善した方がいい、例えばその形とかファッションとか、まあ、カラーなのか何なのか、それで明確になったら次の2ヶ月後またそれをしっかりやっていくみたいな感じでやってる取り組みなので、すごくあんま他のお店にはないのかなっていうところですかね。投票しました。そしたら今回講師をじゃあちょっと人数も多いので、みゆさんとじゃあ大鶴さんにやってもらいましょう。やっぱその若手でこう指導されていきながら、どんどんその形作るのが分かってきたりとか、結果これでやっぱお客様がインスタグラムで来るようになったりとかして、本人も多分嬉しいと思うし、なんかこう、あ、美容師やってんなっていう、なんかデザインしてるなっていう、そのことってやっぱ感覚めちゃめちゃ大事だなと思うんで、すごくそれは研ぎ澄まされてるんじゃないかと思います。なんでしょうね、まあその自分の好きをアピールする場かなと、自分の世界観とかの、アピールする場を設けたいなと思ってて、なんかその表現する環境がなんかみんながあったらいいのかなって、1年目から店長クラスまで関係なくみんなでこう髪の毛作ってるっていうのは、やっぱお店の成長に絶対つながってくる。第3位です。第2位がレミちゃん、小津さんです。ありがとうございます。10票獲得でおめでとうございます。まあ、1周年なんかこう変化っていうのはないんですけど、なんかこう、まあ、楽しくみんな生き生きやってる姿を多くの子たちを見れるっていうのが本当に幸せだなって思ってて、なんかやっぱ当たり前じゃないなっていうこの環境も、僕もすごくこうみんなから生かされてるというか、まあ、たくさんやっぱお客さんが来てくれてるからこそこういう風にお店が盛り上がってきてたりとかすると思うんで、まずそこに本当に感謝と、まあ、毎日口うるさく怒鳴ってるんですけど、その中でもめげずにみんなしがみついて頑張ってるなって思うと本当にありがたいなって思いますね。もう21人とかにまで増えたんで、またここからちょっとギア上げて頑張ります。ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。なんかスタッフが100人近くいた状態で、なんかこう例えばですけど旅行に行って、なんか大きな宴会会場でみんなで騒いでるのを見るのが、あ、多分幸せなんだろうなって、そういうシンプルなことっすね。